薄いはやでは、日本の男性総合格闘家。神奈川県横浜市出身。和術研修会、RJW 所属。慶応義塾大学文学部英米文学、専攻卒業。薄いはやてのリングネームで試合を行ったこともある。1995年に、慶応義塾大学を卒業。講談社に入社。現在も同社に勤めている。 2001年2月26日、総地タラダ所属として、J ネットワークで、キックボクシングデビューし、倉本武志功に0から2の、判定負け。2003年2月6日、プロシュートデビュー。新人王、トーナメントライト級1回戦で、高谷博之と対戦し、TKO 負け。2004年11月12日、シュート新人王。 トーナメントライト級決勝で、リオングと対戦し、右ストレートで t k 大負けを喫しジュ位優勝となった。2006年2月4日、初参戦となったマーズで、浅野道久と対戦し、判定勝ち。2008年5月3日、シュートで、カ谷坂へと対戦し、判定勝ち。2008年5月5日付で、シュートクラスウェイに昇格。 2008年6月15日、沖縄県天海地スタジアムで開催された天海地ファイトで熊沢信也と対戦し、3から0の判定勝ち。試合結果を受けて MMA 全沖縄ライト級暫定王座に認定された。2009年4月19日、シ周と2008年新人王 &MVP の田村一世と対戦し、0から3の判定負け。 ありがとうございます。